はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の11月10日の木曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということでですね、今朝の時点でのトピックとしては、個人的に昨日ですね、また、一月ごとに定期的に行っている商店街のですね、仲間たちとの会合がありまして、で、元気に全員が揃うことができました。今この新型コロナウイルスもですね、また第8波とか言われている中で、これから先ですね、また集まることが本当に定期的に継続していけるのかどうかというところが本当に不透明なところで、以前もですね、2年前の時点で定期的な会合が開けなくなって、そしてですね、一回その、集まったこの関係というかですね、この会みたいなものを一回ご破産にして、そしてまた改めてこの、先月ですから10月からですね、2022年の10月からまた仕切り直したということもあって、結構ですね、その際にも苦労したりしたので、やはりですね、これから先またようやくまた再開をして2月3月となんとか継続していく中で、またですね、それが途中でお休みとか休会になったりすることがなければいいなというふうに思ったりしてますけれども、こればっかりはなかなかですね、先々のことは分からず、今までもですね、この第2波とか第3波とか言われている時にようやく落ち着いてきたなと思うと、また感染者数が増えてきて、で、みんながですね、なかなか出るに出れず、集まるに集まれずということが続いたことも本当に記憶に新しいところなので、なかなかこれから先ですね、また今の状態で、いけそうだと思っていると、年末年始インフルエンザの流行などとともにですね、また感染者数が増えてきて、また自粛のようなですね、行動制限がかかるような雰囲気が出てきたりすると集まりにくくなってくるので、なんとかですね、年末年始体調管理ですとか、それから衛生管理にはしっかりと力を入れつつ、やはり私たち一人一人が気をつけて今の状態をなんとか維持していけるように努めていきたいと思います。ということで、まずはですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 27,716円43銭、27,716円43銭ということで、おとといに比べるとマイナス155円68銭、マイナス155円68銭ということで、2万7000円台の後半のままですね、なんとかこの今のところの株価としてはですね、動きがそんなに大きな乱高下はしてないような感じですね。円ドル相場については1ドル145円50銭から53銭、1ドル145円50銭から53銭ということで、おとといに比べると1円22銭の円高ということで、145円台まで数字としてはですね、戻ってきたというような動きとなっているようですね。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事についてはですね、社説の一つ目からということになりますけれども、今ですね、米国で中間選挙が行われている最中で、まだ最終的なこう結果というものがですね、確定しているわけではない中での、その途中経過としての、この成果というかですね、状況を社説で解説してくれているので、タイトルとしてはですね、民主主義の先行きに影を落とす米国の中間選挙、民主主義の先行きに影を落とす中間米国の中間選挙というタイトルになって、今ですね、その民主党と共和党が本当に激しくぶつかり合って、投票はすでに終わっているので、あとは結果待ちということになりますけれども、明日にはまた詳しいですね、記事などがもしかしたら掲載されて、さらにアップデートされるかもしれませんけれども、今朝の時点での社説でですね、状況を確認しておきたいと思います。民主主義の先行きに影を落とす米国の中間選挙、米国のですね、バイデン政権の残り2年の任期の行方を左右する中間選挙が11月8日に投開票された。与党の民主党が事前予想よりやや盛り返したものの、連邦議会の下院での逆風が目立った。かろうじて多数派を維持してきた上院でも接戦を演じた選挙区が多い。
2024年の大統領選挙でホワイトハウス奪還を目指す野党の共和党があらゆる手段を通じてバイデン政権に揺さぶりをかけるのは確実だ。民主主義国家の盟主である米国が内向き志向を一段と強めれば、国際秩序はさらに不安定になりかねない。民主党への逆風の主因は40年ぶりの高インフレ、ウクライナ危機による制約などがサプライチェーン、供給網の混乱やエネルギー価格の高騰をもたらしている。有権者はバイデン氏がこれにうまく対処できていないとみなした。共和党が下院で主導権を握れば、予算措置を伴う法案の成立には共和党の協力が欠かせなくなり、バイデン政権の政策遂行力は衰える。政権高官の人事を承認する権限を持つ上院の優位を失えば、打撃は計り知れない。妊娠中絶や移民などの争点で党派対立と社会の分断が改めて鮮明になったが、ウクライナ危機など超党派で対応すべき課題は接点を見出すよう努めてほしい。共和党にはウクライナへの支援を縮小すべきだとの意見がある。今の局面では国際社会に誤ったメッセージを与えかねない。トランプ前大統領は共和党の候補を全米各地で支援し、多くが当選して影響力を示した。大半が2020年の大統領選挙で不正があったとのトランプ氏の訴えに同調しており、極めて憂慮すべき事態だ。根拠に乏しいこうした主張は、民主主義の基盤である選挙制度の正当性を損ない、決して認められない。2024年大統領選挙で復権をうかがうトランプ氏は、出馬を近く表明する公算が大きい。トランプ氏の後押しを受けた面々が次の大統領選で混乱を引き起こす展開も心配だ。中国やロシアによる強権的な行いが目立ち、国際秩序は第二次大戦以来の転換点を迎えている。米国には引き続き西側諸国のリーダー役を果たすよう期待したい。日本とヨーロッパですね、日欧をはじめとする米国の同盟国は緊密に連携をして米政権を支えるべきだ。日本自身が防衛力の強化などに取り組み、インド太平洋を中心とする世界の安定に貢献すべきなのは言うまでもないということでですね、まあ、なかなかまだ結果が出てない中での社説ということで、ちょっとですね、こう問題点の指摘あぶり出しにですね、なんて言うんでしょうね、まあ、まとまりがないような感じがしなくもないですけれども、それでもですね、今やはりトランプさんがですね、共和党を率いてバイデン政権に揺さぶりをかけているというような状況はよく目に浮かぶような気もしますし、本当にまた今日明日今週中にはですね、やはりいろんな意味での体制が分かってくるはずだと思うので、その時にまた同じように社説その他の記事で何かまとまっていることが分かればですね、改めて取り上げて音読で学んでアップデートしていきたいなと思います。で、音読の2つ目の題材については、社説の2つ目ですね、自転車をもっと安全な乗り物にというタイトルの記事となっているので、これを2つ目の音読の題材に取り上げさせてもらいたいなと思います。全国の警察が自転車の交通違反の取り締まりを強化している。ルール違反などが原因の事故が増えているためだという。罰則によって危険な運転をいさめるだけでなく、安全教育の充実など多面的な対策を進めたい。自転車が絡む事故は全体では減少傾向にある。ただ警視庁によると、都内では昨年自転車側の過失が大きい事故が約5500件起きた。過去10年間で最も多い。憂慮すべき事態だ。新型コロナウイルス禍で自転車は密を防ぐ移動手段として注目を集める。シェアサイクルやフードデリバリーの広がり、電動アシスト自転車の普及などが事故増加の背景にあるとみられる。自転車は道路交通法の軽車両にあたり、原則として車道の左側を走行するといったルールがある。飲酒運転や信号無視も違反だ。しかし守られているとは言い難い。歩道上の暴走やスマホを見ながらのふらつく走行も目につく。警視庁は10月から危険性が高く悪質な違反について、刑事罰の対象となる赤切符を重点的に交付している。右側通行と信号無視、一時不停止、徐行せず歩道通行の4行為を対象とする。事故防止につながる効果的な運用を期待したい。警察による摘発頼みでは不十分だ。自転車専用レーンの拡充といった走りやすい環境の整備は行政の役割であろう。
正しい乗り方や交通法規について学校だけでなく家庭や職場、地域で学ぶことができる機会を増やしたい。万が一への備えも忘れてはならない。au 損害保険による調査では自転車保険の加入率は6割余りだ。条例で加入を義務付ける自治体が増えているものの十分とは言い難い。車に比べて環境への負荷が小さく健康づくりにも役立つ。そんな自転車の利点もひとたび事故を起こせば吹き飛ぶ。利用者一人一人が交通社会の一員として安全に対する意識を高めることが何より大切だ。ということでですね、まあ、本当にごもっともなこの指摘であって、何よりも本当に事故を起こすとですね、自転車といえどもやっぱり大怪我につながりかねない面もあるかと思います。ただですね、やはり、自動車事故が減ってきているのはこれだけいろいろなところでの啓蒙活動や、やはりこの免停に対するですね、この、危機感ですとか、まあ、そういう抵抗感みたいなものもあって、自動車の事故とは、というのは減ってきていると思いますけれども、人間はやはり自分が一度失敗やですね、この危ない目、それから怪我をしてみないと、その痛みがわからないという、まあ、ある意味愚かな生き物でもあるので、ただ危険だ危険だと言ってるだけではですね、自分のこととして考えられないケースも少なくないので、なかなかこれも難しい社会の問題ではあると思いますが、やはり普段ですね、歩いていても本当に自転車のルール違反とマナー違反が目につくこともあるし、車道を走っていてもですね、やはり スピードの違う自動車と並走しているのが本当に危なかったりもするし、まあ、今時はですね、電動キックスケーターなどが、ヘルメットをかぶっていなくて、まあ、原付とかですねはかぶっていたりとかする意味での本当にカオスな状態がしばらくは続くと思うので、まあ、それをですね、線引きするのも難しい話だとは思うので、これがどのように変化していくのかということは、ちょっと予断を許さないけれども、とにかく事故に遭って怪我をして、せっかくですね、快適な自転車だとか、まあ、生活がですね、棒に振るようなことがないように、いろいろな意味で私たち一人一人が注意を怠らないようにしていくことが何より重要だなということです。で、ですね、音読の3つ目の題材についてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の一面のですね、まあ、向かって左側の記事になりますけれども、セブン&アイグループがですね、そごう・西武を売却して米国のファンドにですね、売却をするということで、その米国のファンドがヨドバシグループと提携をして、ヨドバシグループがこのそごうやそれから西武に、まあ、テナントとして入っていくことになるようだということをですね、まとめてくれている記事が一面にあるので、まあ、比較的ちょっと身近なニュースとしてこれをですね、音読の題材に取り上げておきたいなと思います。セブン&アイがそごう・西武を売却へということで、米国のフォートレス・インベストメントというファンドに2000億円を超える金額で売却をするということになりそうだということですね。セブン&アイホールディングスは百貨店子会社のそごう・西武を米国の投資ファンドフォートレス・インベストメントグループに売却する最終調整に入った。売却額は2000億円を超える模様。家電量販店大手のヨドバシホールディングスはフォートレスと連携して東京池袋や千葉にある百貨店内に出店するとともに、店舗不動産の取得などを通じて資金拠出する方向だ。セブン&アイは日米を軸にしたコンビニエンスストア事業に経営資源を集中する。近く決定する見通しとなっているということで、セブン&アイはそごう・西武の全株式をフォートレスに売却する一方で、そごう・西武子会社の生活雑貨店ロフトはグループ内に留める。関係者によると、フォートレスは西武池袋本店やそごう千葉店、そごう千葉店などの主要店舗にヨドバシを誘致する。ヨドバシは店舗不動産の一部を取得して営業する模様だ。セブン&アイは昨年初めからそごう・西武の売却手続きを進めて、二次入札を経て優先交渉権を与えたフォートレスと条件を詰めてきた。フォートレスはソフトバンクグループ傘下の投資ファンドで、不動産会社のレオパレス21や国内ゴルフ場の最大手のアコーディアゴルフグループへの投資実績がある。セブン&アイは2006年に2000億円超でミレニアムリテイリング、まあ、現在のそごう・西武を子会社化した。専門店や電子商取引 EC 企業に顧客を奪われ、そごう・西武の店舗数は2007年2月期の28店舗から10店舗に減っている。
2022年2月期まで3期連続の最終赤字と業績低迷が続いている。豊富な品揃えで集客力のあるヨドバシを誘致することで都心にある主要店のテコ入れにつなげたい考えだ。ただ西武池袋本店は現経営体制で改装計画が進んでいる。ヨドバシの出店に向けてテナント入れ替えや改装に伴う費用が発生する可能性がある。フォートレスヨドバシ連合によるそごう・西武再建は関係者との調整が今後も続く見通しだ。ということでですね、どのぐらいの時点で、この、池袋西武などが変化していくのかということはちょっと分かりませんけれども、近いうちにですね、セブン&アイホールディングスが持っている、そごう、西武というですね、百貨店子会社が、アメリカのですね、フォートレスインベストメントという投資ファンドに売却されて、そこがヨドバシカメラと連携をして、またさらにですね、立て直しに力を入れていくということだそうですので、今この2022年令和4年時代ではこういう動きがあるんだなということで理解をしておけばいいのかなということで、またこれから先ですね、様々なニュースがこういう点とですね、つながってくる時が来た時にですね、思い出して、あの時こうだったな、こんな記事を音読したことがあるなというふうに考えてみたいなと思います。ということで今日は2022年令和4年の11月10日の木曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。